お、できた。顔が熱くて少し頭がぼーっとするものの、俺は構わず手元のマウスを動かし続ける。あれかな、後ろに立ってて、構わずカチカチってしてんの？りょう。何？言ったはずだよな。たとえ俺の家具があっても、すべての病魔を防ぎ切ることは不可能なんだぞ。ここ最近の天気はまだまだ不安定だ。それなのに冷たいシャワーばかりで済ませているのはどういうつもりだ？実験してみたんだよ、風邪ひくかどうか。あれかな、カゴがそばにいてくれないからカゴがなかったんだよ、風邪ひいてよ、えっへんってことかな。リンフーがそばにいない間はそのカゴがどれほどのものなのかを。結果はただの冷たいシャワーにすら耐えられなかった。本当に加護全然ないんだね。冷たいシャワーばかり浴びるだけじゃないだろう。お前この寒い中コートも羽織ってなかっただろう。晩は特別冷え込むってのに食事だって雑に済ませて、部屋の窓は開けっぱなしでその服だって何日も変えてない。そこはどうにかしろせめてそこはどうにかしろ。臭い、やだあの人臭い、とても臭いわスメルだわ。おまけに寝るときは布団をかぶらない。お前はただ単に自分の体を痛めつけているだけだ。こうでもしないとリンフは出てこなかったでしょ。そんなことばかりしていたからこそ俺がお前と会いづらいと思う。思う、思ったでいいかな。ちょっと変だけどな。これは感情的恐喝だ。どこでそんな言葉を覚えてきたんだか。なんだっていいよ。こうでもしないと俺からは会えなかったんだから。フイエもしくはリンフーは知ってるでしょ。俺はとかのがいいかな。わかってるさ。だがそうだとしてもそれはお前が無謀なことをしてもいい理由にはならんぞ。どうせリンフーは俺の彼氏でもないんだからほっといてよ。ぐぬぬ。自分でもやりすぎだってことは分かってる。だけど俺の方から折れるつもりは全くない。特に今この場で折れてしまったら、それは俺がリンフーとの交際を諦めたのだと認めることになるからお前、俺はてっきりフーイエも同じこと考えてると思って、お互いやっと一生リンフーがそばにいる、でもそこに恋愛感情は持ち込めない。そんなの生きヘルだ。りょう。ん？降参だ。え？だがな、それには条件がある。条件？俺と付き合いたいのならお前は実家に帰る、それが条件だ。おお、しかし今のコーンはちょいちょい SE がそのチョイスはっていうところあるよね。こんな脅迫まがいの形になってしまうのは俺としても不本意だ。だがお前が霊能力に目覚めている現状、その力は妖怪たちにとっても珍しいもんなんだ。あのユンバオやチビネコがお前の能力目当てに寄ってきたようにな。それはお前も理解できるだろ。ユンバオがお前を攻撃したことがその最たる例だ。あんなことは今後延々と起き続けていてはいつか取り返しのつかない事態に陥る。だがマソニョンニョンニョンの温調に熱い実家なら誰もお前に手出しはできない。力のあるお前が実家に帰らないことも惜しい。それはお前もよくわかっているだろう。お前自身の身の安全のためにもお前には実家に帰ってほしいんだ。実家って単語を見るとついあのワイリーステージの音楽を思い出しちゃうな。俺はお前を失いたくない。俺と付き合っていればお前の身の安全は俺に委ねられる。あれかな、いざという時いつでも憑依していいよっていうことになるのかな。俺と付き合っているのにお前が行幸を頼んじゃってて頼んじゃっててかわいい。いつか突然に離れてしまったらそれは俺に許されないってことだ。だからこの条件はとても合理的だろう。
でも。わかってる。ダンスの練習のことだな。俺もお前の夢を諦めさせたくはない。それなら実家に帰ってもダンスの練習を続けたらいい。ここのサークルほどの規模はないだろうが、実家の近くでもダンスクラブや教室はあると思うぞ。ただ、そうして帰ったなら、お前は家業の継承について考えないのか？たとえ継承しないことになっても、お前の兄の手伝いにいくらか時間を取ってやろうか。お前の能力は実家で活用されてこそだからな。これがお前の望む人生じゃないことは俺もわかってる。だが悪いことばかりでもないだろ。少なくとも俺はお前のそばにいるんだ。彼氏としてな。ふっふー。わわわわ。俺がお前の面倒を見ている以上は、俺はあれを断らないからな。あれ。なんせ、それはお前の望みであるわけだから、というわけで、ぬぎぬぎ。おっぱじめるのかと思った。俺のためにも、お前の身の安全のためにも、実家に帰ってくれないか。選択肢か。それは、俺が卒業した後の話？それはお前次第だ。俺としては、できるだけ早く実家に帰ってほしいがな。だが家族はいきなり休学するなんて言っても聞き入れてはくれないだろ。ただお前が卒業後に帰省することを約束さえしてくれたなら、俺としては多少安心できる。まあ少なくともこの4年間はお前をちゃんと見守ることができるだろう。実家に帰ったらやっぱりフイエがたくさんいるよね。お前は他のフイエに二股三股をかけたいのか？三股。とある人思い出しちゃう。まあ他の奴らが了承したなら俺も別に構わんとは思うが、お、ハーレム生活か？そうじゃなくって、俺はただちょっと、そうなったら他のフイエたちは俺とリンフーの関係をどう見るんだろうか。一体他のフイエはどんなことを考える？マッソニャーニャーニャンはどんな目で見る？俺を責めたり罰したりする？けどリンフーは特にその辺のことを言及してないから、そんなこともないのかな。帰ったらそんな状況が発生するかもしれないと予想してたら、彼は俺に帰省を進めないだろうし、他の神からの視線がある環境はかなり厄介そうにも思える。けどそれは仕方のない代償と考えれば、なんとか許容できる範囲か。何よりも俺にとって今一番重要な点は、わかった、俺は一緒に実家に帰る。だけどそれならリンフーは責任取って俺を一生面倒見てよ。プロポーズだ。モロチンだと思う。たとえリョウが実家に帰らずとも、俺はリョウの面倒を一生見てやるさ。だがリョウの意思で帰ると言ってくれるのは、やはり俺としても嬉しいぞ。おっと、実家にいる他のフイエたちがお前を見たらどれだけ驚くか想像つかんな。もしかすると説明に相当時間を食われるかもしれん。みんなは俺たちの関係に反対すると思う？ん？それはないな。実家には過去にもっと霊の持ちと親しい関係にあった奴が何体もいるんだ。ほう。その中には寮内で最も古株で最強の力を持つフイエだっている。これ何？もう俺のような小さな心臓で最もかな。現れてから1年も経ってない奴がこういった関係になったことは今までになかったかな。周りのメイツを考えたら、そういう意味ではちょっと恥ずかしくもあるか。え、怒られたり責められたりしないの？まあ、そうにゃーにゃんがいるんだから何も問題はない。それにお前はもともと開眼していなかったからな。偶然によるものではあるが、これはラッキーなことだ。それを責めるやつなんかいない。だがまあ、リョウとさらに親しくなって、
それこそ恋人関係と言えるくらいまで発展したなら俺としても嬉しいぞ。自慢すらしてしまうかもしれんな。はあ、はあはあはあ。俺はまだ周りがどんなことを言ってくるのか不安で仕方がないんだけど。心配するな。もし本当に他の奴らが何か言ってくるようなら、俺がお前を家から連れ出してやるさ。あら、駆け落ち。亮が実家に帰ってその力を発揮してくれるってことを、願ってはいるが、それよりも俺は亮の幸せを優先してやりたい。俺は絶対お前を悲しませない。ありがとう。こっちの方が旦那かな。これでお前は、これで本当にお前は幸せなんだな。その涙は。泣いてるのか。そばへと言ったリンフが俺の目に止まる涙を拭う。よし、まあ帰ると言ったところで今焦る必要はない。この夏に一旦帰省した後にでも説明すればいい。リョウ、お前風邪ひいたままだろ。まずは温かいシャワーを浴びてこい。これ以上悪化させないようにな。俺の覚悟があってもしっかり療養しないと病は治らないぞ。うん、ありがとう。そう言われた俺が浴室へ行こうと身を翻した時、リンフは突然俺を抱きしめた。リョウ、もうバカなことをして俺を心配させてくれるなよ。うん。おお、一郎ともに寄り添って。それから2週間後、俺は一度実家へと帰った。その際、俺は実家の凄まじい惨状を見てしまい、本気で言葉を失った。だって、フーゲが数十体、本当に数十体いたんだから。本当だよ、いたんだから、トトロいたんだから。平等内はフーゲでギッチギチに詰まってたよ。おまけに彼らはみんな親戚のおじさんのようにあれくると俺を質問攻めにしてきて、正直考え方や価値観などはかなり違っていた。彼らはみんなかっこいい獣人の虎のおっさんだった。それはお前がそう見てたからでしょ。がだからといって何から何まで答えられるわけがない。幸いだったのはリンフが俺のことをきちんと理解していたこと。彼はそういったことなどから俺を守るために、手を貸してくれた。特に俺の部屋にみんな入ってこないようにという取り決めを作ってくれたわけですから。俺の自分の中で俺の自分のためのあれ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 のはあ、配列を終わらせてくれた。ただ俺とリンフの関係についてはどうやらすでに知られていたらしい。モノチン、俺が自分から他の上に行ったなんてことはない。順風自軽ですだったのか。それから俺は兄貴ともしっかり話し合った。その結果、俺が実家にやられたは兄貴と一緒の病の余事に参加することになった。基本的に俺はそばで見ているだけだが、フーゲ、何か言いたいことあった？俺、それ、兄貴、手伝い、役割、そして週末過ぎてた。今回2日間、俺すぐ台北戻る。夏休みまた来る。そういう話、時に伝えといた。これでリンフ、俺に生かした条件達成。ミッションコンプ。俺が卒業する4年も前から俺は卒業に帰省することがほぼ確定。ダンスサークルへ参加する意義は俺の中で多少薄れ。しかし俺がダンス好き、何も変わらない。これから趣味の範囲と形、俺は今後も積極的サークルへ。そういえば先輩はあの数日後に中退した。へえ、きっと実家に帰ったのだろう。シーフは以降も姿を見せず、ユンバも依然として現れない。あら、たまにそれらのことを思い出すと自分の選択に不備があったのではないかと疑念を抱くこともある。それでも今こうしてリンフがそばにいてくれる事実に対して不平は一切ない。授業中でも、家にいる時も、パソコンを使っている時も、風呂でも、ベッドでも、俺はいつでもリンフと一緒。俺はこうして行きたい。きちんと帰省してしまう。した後は、あの山のようにいるフーゲたちに頭を悩ませてしまうこともあるだろう。だけど、俺はそんな理由でリンフとの約束を破るわけにはいかない。俺は帰るんだ。リンフのそばで、伝統と信仰を受け取る。俺は一生お前のそばにいるぞと。だから早いんだって、最後。あ、かわいい、このアイコン。お、エンディングが。タイトルロゴがくるっときてパーンってことは、あらー、かわいい。あれでしょ、あのエンディングで走っているアニメは良作でしょ。エンディングだっけ、オープニング、まあどっちでもいいや。いいね、こういう BGM 落ち着くわ。あー、ちょっとこっち向いた、そっち向いた、こっち向いた。表情も豊か、口かわいい。へえ、このスクロールも早いっすね、結構。螺旋岩。
なんかそういうハンドルネーム的なやつかな。スタッフロールはさすがにね、翻訳しないというか、まあ翻訳したらおかしくなっちゃうとこもあるからな。おー、何この衣装。みんな同じ髪型に見える。へえ、へえ、何この、なんか元ネタあるのかなこれ。ちょっとこれ隠したいんだけど、ギャラリーにあるかな。シーン回想、あれ、このタイトルはないのかな。これがあのエンディングにあったやつだよね。これさ、みんなクリアしてったら先輩とユンバーもいるのかな。なんかそんな気しない？違ったらごめんね。へえ、注釈集もまだ全然空きがあるね。他のルートで出てくるのかな。ふむふむ、こうしてるといない、こうしてるといる、床に座ってるのか。はあ、いいっすね。さて、とりあえず封印ルートが終わりました。次はユンバオと先輩ルートかなと思うじゃん。ここで終わりにします。と思うじゃん。思わないで。思わないで。あとは自分でやったり、なんか他の人が動画上げてたら、そっちとかなんか他の手段で楽しんでください。いや、結構長かったね。うん、そう、他はね、自分の目で確かめてみろパターンに勝手にしちゃいます。で、そうなんだろう、やっぱね、最初あこれやろうと思ったのはモレナツを思い出したからだけども、ほんとモレナツは惜しかったよね。開発が続いてれば、で完全版が出てたら、でもあっちももし完全版とかになったら、すごい容量のゲームになってたんだろうな。あのルート固定ほぼされてたから、それがなく、なんだろう、選択によってね、エンディング変わる系とかルートが変わる系だったら、向こうの話だけど、結構大変なゲームだったのかな。でこっちはあの選択肢、なんだろう、俺一箇所間違えちゃったけども、そんなに難しくもなさそう。まあ、あの若干これはどっちが好感度上がるんだって分かりづらい部分もあったけども、あとはなんか、まあ、猫獅子攻略で検索すれば、多分俺が見たやつかな、なんかブログ形式のやつで分かりやすい攻略のやつがあったんで、結構ね、向こうの言葉でのその攻略サイトとか多かったりするんで、ただそれでも翻訳機能をかければね、なんか2、1、3どれ選べみたいな感じだったから、まだ分かりやすいかな。俺の見たとこはちゃんと日本語で書いてあったやつだけど、しかしあの、まあ封印ルートだから仕方ないんだろうけど、本当ユンバオと特に先輩があのね、ないがしろになってたね。最後多分ね、全員ルートあるんだろうな。これ4、まだこれでしょ、ここもあるし、いくつかはそういうバッドエンド的なやつで、こういうスチールのある、多分あれかな、これ4つじゃん、先輩もきっと4つなのかな。で5は多分全員からね、あっちっちだトゥルーエンドなんじゃないかな。なんかそんな気がするよね。でスチールもまだいっぱいあるんで、ぜひ皆さん楽しんでください。エコチシ最後の餌。まだ終わらないのかって。あのなんかみこしを担いでるけどさ、最初あのそういうなんか道場なんとかじみたいな感じで、あのふんはっ、あの列海王がいたあの道場みたいな感じで、つるっぱげがあのみんな一糸乱れぬ構えで、あのなんかね、鍛錬に挑んでるあの姿を思い出す。しかしリンフギッチギチって、リンフじゃない、フイエリギッチギチってどういう感じだろうね。でもこの姿もさ、自分がそう願ってというか、好きな趣向として見てるからそう見えるわけで、つまり女好きの人が見たらね、お姉さんがすげえいっぱいギッチギチってことでしょ、天国じゃん。まああのね、フーエギッチギチもリョウにとっては天国なんだろうね。あとこのゲームやっぱ向こうのだから、その台湾とかそっちの人たちもなんか見てくれた人結構いたっぽくて、いやーありがたいね、グローバル。でもやっぱ日本語のニュアンスでわからないところもたくさんあっただろうけども、でも楽しんでもらえたかな。
ね、コメント欄とかにね、向こうの言葉書いてあったりするから、多分そっちの人なんだろうなと思って、そっちの言葉でね、なんかお礼の挨拶じゃないけどもちょっとなー、ちょっと語学力不足です、私のでもな、せめてさ、あの英語が読めればさ、このゲームは違うけど、海外のそのローカライズされてない日本語のね、されてないゲームとかでもバンバンやれるから、英語が詳しければ、そういう点ではね、なんか学んでおくと役に立つんだよなってところあるよね。それこそ英語とか、それこそね、このなんかいろんな言葉で実況したりとか、ビリビリ動画とかで人気出そうだね。あと主題歌も良かったよね。うん、なんかついつい起動するたびに見ちゃったりして、すっかり覚えちゃった。あのドイレダイレムーヘリンジシンドポンチポンジョワナビーババフェジータイガーフォイシェンっていう、この主題歌よかったよねあれも動画名で検索すればどっかで見れるかな。ニコニコとかあんのかな。まあそれこそビリビリに行けばありそうだよね。うん、もしかしたらなんか iTunes とかね、あったりするのかなあとなんだろう、言いたいこと他にもねあったんだけど、つい忘れちゃったな。まあ楽しかったよと、猫獅子。それでは長くなりましたけども、改めましてありがとうございました。それでは他のシナリオはぜひプレイして楽しんでみてね。ダウンロードコンテンツもね、買っちゃったけどまだ結局プレイしてないから、あれは全エンディングを見ると見られるのかなね。あのダウンロードコンテンツとか、その結構有料のものもあるけども、それもね買って楽しんでも全然損ではないぐらいな価値のあるいいゲームだと思います。そう、別に獣じゃなくても、 BL 系とか好きじゃなくても、ストーリーの面白さ、キャラの良さで楽しめるいいゲームかなっていう。キャラで思い出したけど、すごくなんだろう、演じやすかったというか、キャラ性がすごくすぐ伝わってくるんだよね。そういう点ではとても良かったです。うん、フーイエユンバオ先輩、いいキャラでした。それではまた同じこと言うけど、改めましてありがとうございました。おしまい。